はい、めです。こんにちは、子供。はい、今日は珍しく速報動画になりますね。はい、ですね、今日さっきツイッター見てましたら、3月の2日からですね、ファンタズミックに、抽選が導入されるとの、発表がさっきありました。で、これはどういうことかというと、3月の25、26に、ディズニーシーのファンタズミックがもう終了がね、予定されてまして、これはもう発表済みなんですけども、で3月ってやっぱり混むでしょ。でおそらくね、最終回ファイナルに向けてすごいハーバーのあたりがね、鑑賞に関してはすごい長時間のいわゆる地蔵っていう、いわゆる待つ人ね、ショーを待つ人がかなり埋め尽くされることが予想されるんですよね。でそれでまず、ラストに向けてまずね、ラスト 1,2 週間前から1日2回公演というのが発表になりました。でその際にですね、抽選見てなんていうふうにやるかもよなんていうふうにですね、なんかそう思わせぶりの発表がまず1回あったんですね。で俺抽選やるのかなって思ったら、なんとですね、今日発表ありました。3月の2日からですね、抽選導入しますと。でハーバーのミッキー広場と、それからリドワイル、こちらに関して、そこが鑑賞抽選エリアになって、でそこで鑑賞するには、抽選が必要だと。でただですね、現段階ではね、まだ未定っていうふうになっているの でこれがですね、おそらく、2月の下旬ぐらいに抽選やるかやらないかっていうのは発表になると思いますけど、まあ、おそらく3月2日から抽選するぞって書いてある以上は、2日から全公演2回とも、2回の日はね、2回ともおそらく抽選になると思われます。なるほどって感じだな。ただリドアイルとミッキー広場って、ファンタズミックを見る上ではめちゃめちゃベスポジではないんですよね。で俺的にベスポジは 3.5 番って言われている、ミッキー広場とリドアイルの中間あたりの、まあ、バケパ先なのかな、バケパ向かい側あるのか、あの坂道あたりが俺的にはベスポジだと思ってるので、もしくは反対側のバケパ席ね、あの辺が俺の中では、ベスポジ、まあ、人によってベスポジはいろいろあるので、そこは人によるんですけども、でもやっぱりね、駅広場は土線のね正面だし、リドアルやっぱり近いので、やっぱりこの2つ抽選やらないよりかはやっぱやった方がいいかなって感じかな。まあ、とりあえずですね、ファンタズミックに抽選導入っていうところで、はい、ちょっとびっくりしたのと、とりあえず発表があったので、はい、速報っていうことで今ちょっととりあえずこの動画上げてます。はい、とりあえず3月2日から、ファンタズミックに抽選導入されるっていうことで、とりあえず速報動画でした。また詳しいこと分かりましたら追ってまた報告動画作りたいと思います。じゃあね、バイバーイ。